ショータイム二等兵の友人屋です。 D 隊長です。隊長でございます。それではですね、はい、まあ、前回の動画で、はい、ソシオニクスとはみたいなことを簡単にちょっと紹介させていただいたんですけども、うん、ここではですね、はい、皆さんで一回タイプ診断をやってみましょうと、うんうん、実際、うん、質問は2択、うん、はい、で全部で12問ありますと、うんうんうん、自分に近い方を選んでいきましょうと、うんうん、なのでここでは、うん、隊長もいっぺんやってもらっていいですか。やりましたけどね。あ、なんで見ながらもう一回、あ、もう一回、はい、でここでは二等兵と隊長がやるので、うん、もし皆さんも一緒になんか携帯とか、うんうんうん、持ちながらやっていただければなと思います、うんうん、では第1問、はいはい、後悔しやすいのはどっち、はい、うん、A 活動しすぎた時だ、うんうんうん、B、うん、活動しなかった時だ、はいはい、で僕が、うん、MBTI で言うと、うんうんうん、ESFJ だと思ってる僕が見ると、うんうん、僕が後悔しやすいのは、うん、多分なんかその何かがあった時に、うんうん、やらなかった時の方が、はい、後悔するだろうななんですね、うんうんうん、なのででもこれ実際に後悔しやすいのはっていうのは、はい、後悔するだろうなと思って全部行動してたら後悔することないじゃん、はい、わけじゃないですか、はい、やらずに後悔することはないわけじゃないですか、はい、実際にそういう価値観の人はどんどん行動するだろうって、はい、ってことは、はい、やらずに後悔することなんか経験しないよねって話で、実際の行動で後悔してるのか、はい、そういう思考なのをかって聞かれてるのかどっちなのかみたいな感じでツイッター上でなるほど、はい、で僕が考えると、うんうん、それを見た時に、うん、あ、それを聞いた時に、うん、僕やりましょうって感じなんですね、はいはい、あ、 YouTube もう一回、まあ、一回やってみましょうよって、うん、やっちゃうわ、うん、やりましょうやりましょうとか、うん、言わなかった子もいるじゃないですか、うん、あの時言わなかった子いるなとか、うんうん、吉本興業一回入っときゃよかったとか、うん、いろいろやってないことはあるんですよ、うん、だとするとやっぱり活動しなかった時の方が後悔するよなって思うんですね、うんうん、だからその活動型の人は、うん、活動しなかった時の方が後悔するんじゃないっていう理解なんですけど、でも逆だったんですよね、ツイッターで出て。逆なんですか。あのと活動する、あ、まあ、逆っていうか両方出てる。活動するってことは、はい、確かに、うん、分かる、あの活動、あ、やりすぎた、やりすぎたとか言いすぎたとかで後悔することの方が多いっていう話じゃないですか。じゃあ僕そっちを選択してみます。だからそれがどっちなのかなっていう、なるほど、ところで多分両方分かれてるみたいな。で、敗の人さんは、うん、それは出来事ベースで考えてくださいと。で、出来事ベースで考えると、うん、出来事ベースで考えると多分活動した時なんじゃないかなと思うんですよ、選択肢が違うのかなでも、うん、それでもやっぱり、うん、捨てたものも多いと思ってるんですね、うん、でだから僕で言うと、はい、どっちもそんなに気にしないですよ。どっちも多分経験してて、はい、活動して後悔することもあるじゃないですか、はい、やりすぎて後悔したこともあってしまったとか思うけど、まあしょうがないよねって、やらないよりはマシだよねって慰めるわけじゃないですか、はい、自分の気持ちを、はい、でやらずに後悔することもあるじゃないですか。でその時もまあしょうがないよねって逆の意味で自分の心を慰めるみたいな。あの時の俺のベストの選択だよってそうそうそうでもやってたら失敗するかもしれないしみたいな、両方あるんですよねで価値観で言うと多分やらないで後悔した時の方が嫌だな。やばいです、これ12問ありますよ、これ12問あります、12問ある、はい、じゃあ僕は、うん、自分が前1回やった時は、うんうん、活動しすぎた時は選んでないんですね、うん、下を選んでる、はい、うんうん、活動しなかった時だ、うん、で僕も下を選んでる気がします。そうなんだ、はい、じゃあここはどう判断すればいいんですかじゃあしすぎた、確かに実レベルで考えると、うんうん、活動しすぎた、活動しすぎたなっても後悔するかな。でもやっぱり僕やらなかった、あれやってないこれやってないの方が多いで、うんうん、多い気はするんですけどね。まあ多分これをパッと見て、はい、もう第一印象的に選ぶと、はい、僕は下ですよ。そう、僕も下、それでいいと思うんですけどね、はいはい、あの、うん、それですよ別に、うん、パッと見で選べばいいんですよっていうのが出てくるんですけど、うん、はい、違うのかな。活動しすぎたなって、僕活動しすぎた時って多分、うんうんうん、頑張ってるななんですね。
僕は活動 しすぎて後悔するときは損したときですよ、はい、ああなるほど、うん、あっていうと僕やっぱり下ですよ僕あの株で30万損してるんですけどでも全然やべえもうちょっと考えればよかったみたいな、あもう勉強勉強って、うん、蓋するのであまあ蓋する気持ちも分かりますよ、はい、だってやっぱりでもしといてよかったと思ってるんですね、うん、ああの30万の損も全然 OK ってそれでいうと多分僕どっちも蓋するできるんで、はい、いや僕やっぱ下です、うん、なんとなくで下で選びました、うんうんあそうやっぱり深く考えずにやるのが正解なんですよねって、うんうん、だと思うんですけどね、うんはい、あでピーちゃんはいつも通り活動しないで時間が過ぎる、あだとこの辺は僕と一緒になるってことですね、サボる僕は これを見た時に感覚的には、はい、なんかちょっとサボりすぎて後悔することが多いかなみたいな感覚ですよ、あの子に告白しなきゃみたいなのは、はい、多分活動したりとかするんですよあ確かにねそうでやらずに後悔っていうのはなんかもうちょっと仕事早めにやっとけばよかったなみたいなっていうとでもまあそれで一緒なんですかね、いや夏休みの宿題って貯めるじゃないですか、貯めますね、あだからそれって活動じゃ活動ですもんねそれって、うん、でもこう何を聞かれてるかですよね、だからその今言ったちょっとサボりすぎて後悔するみたいなのを聞かれてるんだとすると、はい、僕は絶対下になるんですよ、もうちょっとやっとけばよかった、だけどなんかこうあの子に告白するとかって結構一大事なことは仕事これをやるみたいな、はい、お金突っ込むみたいなのは、はい、結構覚悟してやるんで、はい、そんなにも後悔はなかったりするじゃないですか、まあしょうがない、はい、みたいな、じゃあ僕はやっぱりじゃあ活動しすぎた時にしますねはい、はい、確かに、うん、確かに、うん、まあね30万損した時に、うんうん、ハートは思いますもんね、ハートは思う、そういうのは結構多いです、うんうんうん、迂闊にやって、うんうんうん、あのなんか心理カウンセラーの資格を取るみたいな、あはいはいはい、はい、お金突っ込んでやらないみたいな、うん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 、っていうのは多いので、あでもそれってこうやらない後悔じゃないですかもっと勉強しとけばよかった、どっちあいいね、僕はじゃあ活動しすぎた時にしました、うん、今、はいはい、で、うん、仕事や趣味は、うん、A が新しいことに次々と手をつける、うんうん、B がやることをいくつかに絞る、うんうん、どっちと、うん、これは僕多分上なのかな、積んどくは結構多いです、はい、なんか本バーって買って、うんうん、途中まで読んで、うん、あこっちの方が気になるってバーってパラパラって読んで、うんうん、やっぱりマーフィーだよねってはい、はい、で皆さん2問目いかがでしょうかと、2問目選びました、隊長、まあ、適当に選びましたはい、どっち選びました、上を選びました、あ上を選びました、うん、隊長同じタイプになるもしかしてまあじゃあ続き、はい、第3問、はい、知らない人と接するのは、うん、努力が必要だ、はい、特に苦ではない、うん、はい、これ多分僕下です、僕上ですね、なるほど、はい、これ多分外交内交の感じなんですかね、うんうんうん、第4問、はい、簡単なのはどっち、うんうん、A 全力を注ぐこと、うん、B 上手に力を抜くこと、はい、これ難しいですね、これはでも僕は下ですよ、あ意味ですか、意味はあまり意識はしなかったですけど、僕も常に力を抜く手を抜くことばっかり考えてるんで、はい、したって思いましたけど、結果力を抜いているっていうのはどうなんですかね、一生懸命やってるつもりなんですけど、うんうんうん、ついついなんかネットを見ちゃうとかあるじゃないですか、ガーってガーって仕事が溜まってる時に、はい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 、なんか40分ぐらいやって、うん、ちょっとなんか10分ぐらいぼーっとネットサーフィンみたいな、うん、はい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 、インターバルをなんか繰り返してるなって、はいはいはい、これって力抜いてるんですかね、僕の中では全力のつもりなんですけど、っていうと今までの人生が全力のつもりなんですけど、力を抜こうと意識してるかどうかじゃないですか、あんまり頑張りすぎないようにっていうと、うん、僕は頑張ってるつもりです、あ力を入れてるつもりなんですね、はいはい、だと上なのかな、簡単なのは、あ上じゃないですか、なんとなく上っぽい気はしますだから、うん、結果皆さんから見ると、うん、君それ全然全力でやってないじゃんって見えてるかもしれないんですけど、うんうん、僕の中では全力でやってるつもりなんですね、うんうんうん、毎日更新してないのにっていう、うん、ところはあるんですけど、上じゃないですか、僕じゃあ上で、
うまくいくのはどっち？事前によく考えて行動するときだ。状況をよく見て行動するときだ。これが難しいです、ね、これも難しいですね、うん、うまくいってるかどうかがわからない。うまくいってるは自分の判断でいいんですかね。うん、なんかよくやるのはだったら、はい、多分僕下なんですよ。状況を見て行動するみたいな。だから事前に準備をして行動するのか状況を見て行動するのかみたいな違いじゃないですか。そうです。僕は事前によく考えることができないので、うんうん、結構見切り発車なんですね。でも一応、うん、多少は調べるよって思うんですよ、うんうん、事前に。で問題はうまくいくのはなんですよ。おか引っかかるのは。ああなるほど、うんうん、面白い。ちょっと生中生中持ってきて。ちょっとなるほど、うん、で僕やっぱ考えれないんだよな。まあなんか事前に調べたりはしますけど、でもまあやっちゃえばわかるよ。もうそうやっちゃえばわかるよって思うんですよ、うんうんうん、僕もでやりながらだよって思うので、じゃあ下で、うん、下で、はい、でその感覚なら下なんですけど、はい、うまくいくのはって聞かれると急に答えがぶれ出す。なるほど。うまくいくってなんだみたいな、ま、インスピレーションでお答えくださいと。はい、半分まで来ました。はい、自分の強みは、うん、柔軟さや軽やかさだ、うんうん、堅実さや頼もしさだ、うん、僕多分軽さですよね。僕も上ですね。硬くはない。ただこの軽いとこって弱みなんですけどね。よく軽いで振られるので、まあそれが合う人もいるって話ですよきっと。まあじゃあ強みで、はい、はい、隊長どっちですか？僕も上ですね。頼もしさじゃなくて。頼もしさ、僕は自分で頼もしいとは思ってない。あ、まあ、柔軟さではそうですね。柔軟さでは、うん、受け入れるっていう意味で、うんうん、なるほど。柔軟に、まあ、これだっていうのをこう柔軟にこう変えてはいけるかっていう、はい、では第7問、はい、計画や着想は、うん、成し遂げる方が得意だ、うん、生み出す方が得意だ、うん、どっちですか？僕は下ですね。あ、生み出す方ですか？生み出す方。何かを始めるのはいいけど、成し遂げるってそこから積み重ねじゃないですか。なるほど。僕会社の仕事だとどっちかっていうと、うん、01を社長にやってもらって、うん、2から10を、うん、じゃあやりますって、うんうんうん、徹夜得意ですみたいな、うんうんうん、では8、何もわからないときは、うん、勘に頼る、情報を集めに行く、うん、勘って言ってもまず調べてからの勘ですもんね。そう、ね、何にも本当に出てこない。調べたところで何も出てこない、はい、って言ったらもう勘しかないじゃないですか。だってみんなそうじゃないですか。そう、それでも、はい、もう答えが見つかるまで情報を集めに行くっていう意味であれば、はい、僕は上です。行動せずにひたすらこう情報、はい、答えが分かるまでひたすら情報。さっきのここは、まあ、好きか嫌いかで、はい、0か100かみたいな話じゃないですか。ああ、うん、みたいな感じで、はい、もう100になるまで調べまくるっていう感じであれば、はい、僕はそんなに調べないみたいな。最初にバーって調べるけど、はい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 、うん、僕もそんな感じです、うん、2ぐらい調べても、うん、まあ一旦、まあ、とりあえず一旦やってみようって、うんうんうん、どちらかといえば、はい、実験を繰り返していく方だ、うん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 、経験を積んでいく方だ、うん、経験っていうのは実験を、これもいわば実験じゃないですか。これも今は実験です。 YouTube、まあ、我々が2年3年目やってるのも、うん、実験って研究じゃないですか。試すのが実験じゃないんですか。試すのが実験だけど、はい、まあ、実験ってこれをこうするとこうなるかもしれないっていうのが、あ、仮説まで立ててみたいな。仮説まで立てて理屈を知りたいのが実験で、はい、こう成功するかもしれない、試してみてダメだったら次みたいなのは、はい、なんか経験な気がするんですよね。ああ、うん、ロールプレイングゲームですね、うん、目的が経験値を貯めていくみたいな。あ、これ経験値ですね確かに、うんうん、僕の、あ、なるほど。でこう実験の人はもっと理屈が知りたいみたいな方なのかなって、学者的な感じ。理屈なんて後からついてくるよって思っちゃうんですけど、その理屈、別に理屈が知りたいは、まあ、理屈が知りたいわけじゃないじゃないですか。理屈はどうでもいいです。成功できればいい。ああ、で、それ、成功するために理屈が必要だから理屈が知りたいだけで、はい、理屈が先じゃないじゃないですか。
みたいな感覚です、僕の中では。なるほど。あ、じゃあ結構なんか感的には合ってた。うんうんうん、はい。経験です。うん、あ、ネルさん、実験は仮説と検証ということ。うん、経験はとりあえずやってみるということ。あ、でそういう解釈ですね、うんうん、と。なるほど。あ、コウタさんが僕は堅実かと思いました。思いましたっていうのは僕たちのことを堅実かと思ったのか。僕のこと。僕堅実に見えます？堅実には見えますよ。嘘も、うん。はい。裏切ったりはしなさそうな堅実な感じ。それは倫理ですよ。まあそうかもしれないけど、それは倫理です、人の道ですよ、うん、でもこう、え、僕は堅実の塊なんですか。堅実に見えますよ。あ、まあでも軽いフットワークは軽い感じもある。柔軟ではない気はしますけど。あ、堅実かって言われると、僕はあの38とかで、うん、あのモデルになるっていう人間ですよ。でもそれはモデルになるから会社辞めるわって。でもその頼もしさと似たようなところありますよね。僕はさっき頼もしさじゃなくてみたいな言われたじゃないですか。はい。で、僕は自分で頼もしいなんて思ったことは一切ないみたいな。そうですね、やっぱ日本人どうしてもやっぱりいや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 ってなりますよね。うん、謙遜でもなくて、なんか自分自身がそう思ってないみたいなのはあるじゃないですか。これ事故で、自己診断ですもんね。自己診断です、多分。自己診断でお酒飲もうですもんね。うん、さっき調べてからやるか調べないかやるかは、家電買った時に説明書を見るか見ないかのやり方が分かりやすいかなと思いましたと。ああ、僕見ないですね。僕も 2,3 ページ目までパラパラって見て、あとはいや一回やってみようって。僕もやってみて、はい、うまくいかないと見る、やってうまくいかないと見るみたいな、はい、あ、そう、あ、そう、そんな感じ。大体、うん、今分かりますもんね。そう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 、だから分かりやすく、うん、あのリモコンの機能は全部使えてないですよね。あ、そうそうそう。チャンネル変えるだけだし、しばらく経った時にあ、こんな機能があるんだ、分かる分かる。子供が使ってるんですよ、それ。え、こんな機能あるのって。では第10問、感謝されることが多いのは、うんうんうん、筋の通った考えだ、うん、優しさだ、うん、まあ、優しさで感謝されることもないけど、どちらかというと優しさかなっていう気は。ちょっと僕はそうです。筋の通った考えだって言われたことないですよ。僕もないです。言われる人いるんですかね。いそうじゃないですか。あ、まあここ見てくださってる肺の人さんとかは、うん、そう、筋は通ってそうですけどね。うんうん、で、優しさで、優しさで、何か起きたら、うん、親しい人に連絡したい、うんうんうん、整理や分析をしたい、なんかエニアグラムみたいですね、うん、何かが起きた時に親しい人に連絡する、うんうん、か整理や分析をしたい。これまた難しいのが、うん、今やたらとホリエモンが、うん、のテレフォーンって歌うじゃないですか、はいはい、とかググレカス、うん、GGRKS っていう言葉、うんうんうん、いや、なんで僕みたいな人間も一回調べるようにはなってるんですよ。一回調べよう、うんうん、でもうやっぱり聞いちゃった方が早いよねはあるんですよ。あ、詳しそうな人に。僕もだからどっちもありますよね。どっちかっていうと、どっちをしてるかっていうと、多分僕は下をしてると思います。聞く人そんなにいない。あ、うん、でも僕は何か起きた時に手っ取り早いって感じるのは、うん、多分身近にそういうのに詳しい人がいたら、うん、まあ、聞いちゃった方が早い、うん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 、例えばプログラミングの話だと、うんうんうん、まあ、一回最初に聞いた方が早いや、うんうんうん、ってなるんですよね。あ、まあそうすると僕したかもしれないな。まず聞くことに抵抗がある、はい、聞いた方が早いっていうのは出てくるけど、はい、聞くこと自体にちょっと抵抗がある。でも抵抗がなかったら早いと思いません？そんなことない。抵抗なかったら早いと思いますよ。だから、はい、でもなんだろう、聞くこと自体に抵抗があるので、はい、調べようとするみたいなところはあります。あ、なるほど、うん、でも聞けるなら聞きたいみたいな思いはあります。パッと一瞬で聞いてパッと答えが得られれば早いじゃないですか、はい、っていうのは分かります。でもそれをしてるかどうかっていうと多分してないんですよね。僕は、うん、分析はしたいとは思いません。僕もしたいかって言われると、あ、そっか、上をしたいけど、はい、実際どっちをやってるかって言ったら下なんですよ。何か起きた時の何かってどんなことだろうと、問題、それとも体験的なこと、わかりません。でもまあ8分ですもんね、うん、8分で What's happened? 何が起きた、うん、っていう何かが起きた時ですもんね。何かだとすると、うん、僕やっぱり上なのかな。人に聞く、うん、ある程度ググレカスはしますよ。あ、だからまあ後から人に聞くかなっていう。あ、多分まあ両方やると思うんですよ。はい、で
聞くについてもなんか調べずに聞けば聞けない。そうで、あ、肺の質さんが困ったことだと思ってますよと、うん、何かっていうのは、うんうん、困った、困ってるんですよ、はい、うん、だと僕やっぱりそうかな。とりあえずググる、とりあえずググりますよ。とりあえずググりますけど、うん、僕それはこれさっきと一緒で、うん、まあある程度です。でもやっぱりでこの辺まで知った上で調べてきたんですけど、うんうん、聞かせてくださいっていうのに早く行きたいので、うんうんうん、僕やっぱ上かな。あ、なんか僕多分ギリギリまで調べます。じゃあ下で、うん、最後の問題、はい、どちらかといえば自制して考える方だ、うんうん、自制っていうのは、うん、自らを制御して考えるか、うん、感情で反応する方だ、うんうん、これ難しいですよね。僕多分もうこれは僕は感情ですね、うん、僕も感情だけどその感情を抑える感じはある。え、あんまりこうなんだろう出しちゃいけない、感情的じゃないじゃないですか。あ、まあ僕みたいになんか、うん、カチンとすぐ来るような感じじゃないですよね、うんうん、でこうフラットっていうじゃないですかよく僕そうですね、はい、で自制してる、自制してんのかなみたいな。なるほど。でも感情的に反応してるかって言われると、はい、その感情的に反応した方はそんなにないんですよ経験的に。でも僕の中で結構なんかその好き嫌いみたいな、あ、だから好き嫌いみたいなのを淡々と言ってる感じじゃないですか、はい、好きだからやる。でもなんか午後午は感じるんですよね。感じます、はい、午後午は感じるんですけど、ね、うん、でもこう、あれですよ、そんなに出さないですよ。あ、出してるつもりはない。出してるつもり、うんと、出してるのはあえて出してるかもしれないけど。いやー、怖い。なるほど。でもそんなに、でも午後午をここで出したことはそんなにないですよ。ないはず、うん、ないはずっていうか、そんなに本当はもっと出すんですね。うんと、えぐい午後午あるんですね。あります。あ、じゃ あるし、そんなになんかイラッとしたこととかもそんなにないです。あ、なるほど、うん、だからそういうふうに受け取られることはあるかもしれないけど。なるほど。別に怒ってもないしみたいな。自制っていうとなんか芽生えてきたものをあえて抑えてる感じがする。僕多分無意識的に抑えてるんですよ。考えてないですよ。それは感情的、感情がパッときた時に無意識的にフィッと蓋をしてるみたいなところがある。だからこう悩むんですよ。なるほど、うん、これ普通に考えるともう感情で反応ですけどね、うん、あまり考えない、うん、でもまあ自制してるとも考えないんで、まあ、僕も下なのかなっていう感じ。はい、皆さんいかがでしょうかと。あ、感情で反応するって感情を態度で出すことですか、それとも心の中ですか。そうそう、考えてる人も中で感情は渦巻いてるわけですもんね、うんうんうん、でその感情をくちゃ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 咀嚼してるんですよね、うんうん、でもそれが表出するかなんですかね、うん、自制してるつもりになって感情で反応してるタコタコさん。でもやっぱり自制してるっていうことは、うん、やっぱり自制はしてるんですよね。そう、僕その自制してる感覚がないんですよね。なるほど。自制なんかしたことはないみたいな。デフォルトでそうだと。デフォルトでそんな感じ、デフォルトで自制してるっていうか、デフォルトで抑えてる感じはあるんですよ。それを冷静に判断してるかっていうよりは、なんか無意識的に。ブニャさんも感情で反応するけど、ワーキャーはできないと。うんうん。あ、そうなんですよ。ワーキャーはできない。なんか悲しいとか喜怒哀楽みたいなのもそんなにパッとは出さない。表出することだとは思いますけどねと、確証はないですと。これからもうめまいさんお忙しですね。めまいさん、めまいさんなんかツイッターかなんかに分かりづらいって言われてカチンとしたからちゃんとしたの作るって言ってましたからね。そういうか、まあめまいさんに聞きに行けばいいって話ですよね。聞きに行けばいい、はい、うん、気になった人はね、はい、はい、っていうところで。でもまあ僕は感情にしました。体調どっちにしました。僕も感情にしました。なるほど、うん、では結果を見る、はい、皆さん準備はいかがでしょうか。はい、結果を見てみましょうと、うん、レディーゴー、はい、アンサーチェック。あ、変わった。僕ね、うん、今回、はい、2つぐらい、うん、違うはずなんですよ、はいはいはい、選んだやつが、はい、でも出たのが一緒です、うん、へー、 SEE です。僕変わりました。 IEI、 IEI っていうと天真爛漫、I がこれがパッと出ないですよね。そう、まだ MBTI でいうとこの2番目だから直感じゃないですか。直感、直感、うんうん、何でしたっけ。倫理、倫理、内向、内向ですね、うん、で私は SEE なので、うん、感覚、うん、倫理、うん、外向、うんうん、になりました、うん、なんで体調は IEI だと、うん、INFP ですねと。 INFP、 あ、前回は ISFP だったんですよ。
なるほど。そう、はい、あ、ISS、ISFJ。なるほど、うん、多分こっちじゃないですか、やっぱりこっちなのかな。体調にね、ジェイミはないですよ、うん、うんうんうん、はい、でもこう逆になるみたいな感じだったじゃないですか。あ、スイッチするよと。スイッチ、あの感情が主機能に入ってるのか、はい、第一機能に感情が来てるのか、はい、この S とか N とかあっち側が来てるのか、はい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 、で P か J が入れ替わるよっていうのがこっちじゃないですか。で、だ第一機能が F だったら、はい、多分 J なんですよ。なるほど。で第一機能がこの N とか S だったら P になるって話じゃないですか。今ね、ごめんなさい、今もうねバケだったでちょっと聞いてます半分ぐらいバケだったです、うん、今まだ。で僕今ちょっと俄然信頼したのは、はい、僕今回間違いなく2つは1回目にやった時と違うのを選んでるんですよ、うん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 、それで同じ結果になってるので、うんうん、あ、すごいと思って。皆さんいかがでしょうか、うん。